Come belle c'è la luna, brille strette, strette con le butto belle fasteggia. Sotto il cielo di Roma. Nado の休日です。Nado の休日です。お休みなんで、今日はお昼ご飯を食べに来ました。最高ですね。スケーターのやってるピザ屋さんが近くにありますんで、それを行こうかなと。行きましょう、行きましょう。うん、ピザ食べたかったし、ちょうど、お腹減ったし、うん。気になるしね、スケーターやってるピザ屋で。そうね。関係あるのかな、ピザとスケボーが。この辺見極めたいなと。見極めたいね。うん、思ってます。はい。じゃあ行きましょう。はい、行きますか。買いました。やった。なんで持ち帰りにした？店内怖くて。はい、ピザ買ってきました。買ってきました。ピザニスタ、ね、箱がいいよね。持ちやすくなる。これなんだろう、スタンプ。ちょっと印字が薄い。にじんでるから。パンプあって、レールあって、なんかあって。指付けにもなるけど。いい。じゃあ、開けますか。開封。開けますか。おー。今回3種類ね。3種類。そう。これがミートジーザス。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 ピザ東京、東京ピザ、いいんじゃない？ティルピアスとチーズとレッドチリペッパー、フラッシュのレッドペッパー。こんな感じだね。こんな感じ。フラッシュのレッド。食べてきますか。でかくない？でかいね、はい、結構でかい。持ってるけどあった。薄いしね。うん、食べます。食べよっか。あったかい。え、うまそう。普通美味しい。食べてないか。結構薄い。こんな感じですね。そう、東京スタイル。ニューヨークスタイル。ニューヨークスタイル。ニューヨークスタイル。いただきます。なんて言えばいいのかな。何の変哲もないピザだね。ベーシックですか。うん、超ベーシック。うん、ベーシックだ。結構普通だよ。うん、美味しいか。まあ、結構これ定番だもん。定番だもん。ミートジーザス。うん、ちょっとなんか、トリュフピザ。初めての。すごいの、シュマート。変化か。いただきます。ああ、でも、美味しいかも。なんかね、トリュフってキノコ感が強い。そのまんまの。うん、そうね、キノコの香りが。キノコが強い。キノコっていう感じ。
うまい。うまいですね。うまい。これっていいな。いいね。東京行ってみる？東京行っちゃってますか。チキンだね。森とかあるの。ありがとう。いただきます。こんなにうまかった。うまい。照り焼きだ。照り焼きチキンみたいな感じだね。うん、ミートのジーザーとは結構この定番のピザ。東京ピザ照り焼きだね。さっぱりしてる。俺はトリュフ好き。俺もトリュフかな。あーミートジーザス。アメリカ行った時ミートジーザス。本当そのまんまで。食べますか。食べますか。普通にね、うまそうだ。バケットでやった。あさっ。サラミ。サラミあげる。サラミ取れないな。ちょっと。一かじりしていい。普通に美味しかった。あでも味変するんだもん。これくらい薄い方がちょうどいいかも。なんで重くない。なんだろう、軽食としてはいいよね。気軽になんかおやつでさ食べる感覚で。値段も結構ね、リーズナブル。全然安い。1枚600円ちょっと。美味しいね。美味しいな。結構なんだ、濃くないし、くどくないけど。付属のチーズとなんかフラッシュドチキンペッパー。ああ、いい感じのカルサ。めっちゃいい。味変にはちょうどいい。ホールで頼むとさ、絶対くどいし。一切れずつ味変えれるのがいいね。アメリカみたい。こういうのでいいんだよ。いや、腹減ったな。腹減ったね。刺激されたこれでエンジンかかったな。うまかったな。もう一切れぐらい欲しい。もうあと一枚いく。食べた。食べました。美味しかった。美味しかった。普通に美味しかったね。うん、まあスケーターとの関わりは良かった。そうね。でも箱の形がいいわ。うん。なんかそのこだわりがある感じがいいよ。うんうんうん。手前の箱の一番上の部分みたいな作りしてる。確かに。
通に美味しかったっていう感じですね。そうね、安いし、手軽に食べれる、本当軽食で食べれる、なんかピザをがっつりピザ食べに行くぞっていう感じで行かなくて、食べに行ける気軽さがあるよ、ね、これでね、今ビールとか買えないけどビール買えたら最高、最高すぎる。ちょっと昼とかにさ、うん、サクッと1枚食って2、3時とかに、うん、はい、夏の暑いなっていう時に休憩して、そんな感じでした。そんな感じ。